古代の帝王らがこぞって求めた仙道の秘宝、丹薬。秦の始皇帝も自らを不老不死とするため、その禁断の薬を望んだという。しかし絶大な力を与える丹薬は世に災いもなしたとされ、秦が倒れた後も戦や権力をめぐる暗闘の陰には必ず丹薬があったとも言う。時は流れ、漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとしている。我らが弟の勢いをご覧なれ。後天の世は目前ですぞ。天下大吉。天下大吉。お助けくださりありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ、不死の丹田を持つ者よ。Thank you.
これでようやくわしの宿願も叶おうて。あなたと一緒なら勝機はあります。その曲はお守りと思ってください。あなたの窮地を救ってくれるでしょう。これ以上の非道は許せません。行きましょう。こちらをどうぞ。お役に立つはずです。蓄えた木から精製した薬です。傷を癒す効果があります。やはっ！
もしれません。あなたの顔にもそう出ている。Thank you.
油断はできません。そうだ、無事に彼らを追い出せたら私の家に寄ってもらえませんか。改めてお礼をさせてください。取りましたね。
なんだてめえら。俺たちに歯向かう奴は生かしちゃおかねえ。牛キャラが狙い潰してやる。チクショー、なんでこんな凄腕が嫌がるんだ。人工将軍大剣漁師の弟、兄者の信頼を裏切るわけには。見事は勝機をつかみましたね。これで村も救われ、我が手に何を落ちよう。王竜、噂にたがわぬ力よ。あなたはこの乱世を治めるのに必要な人。死なせはしません。
道を開けよ。長が敵に。喋るな。傷が深い。先に陣に戻れ。先ほどは失礼した。義勇兵か。ならば今よりその勇気を拙者に重ねか。拙者は高孫さん殿の兵を預かる趙雲、あざ名は紫龍と申す。この唐山は黄巾どもに占拠された。腕に覚えはあるようだが、一人では心もとなかろう。黄巾の隙にさせておっては、この国全体が焦土となってしまう。
ここは我らで迎え撃つぞ。今までの敵とは一味違うようだ。油断いたすな。よく戦ったな、友よ。貴公の戦いぶり、実に見事だった。これほどの強者が無名でいたとは、今まさに天に昇らんとする竜を見た思いよ。功を競い合った友は、別れ際に笑顔を残し戦場に散った。守るべきもののため、拙者はどこへ向かうべきか。竜のごとき強者よ、貴公は道を示してくれた。この超死竜、乱世を貫く創始たらん。たとえ百万の軍勢が押し寄せようと、麒麟のごとく太平への道を切り開かん。
行こう。この山を奪還し、友の無念に報いるぞ。このような手合いが混じっておるとは、この先ますます厳しく引き締めてまいるぞ。我ら揃えば向かうところ敵なしよ。民を救うためなら、この身果てようと。